旭川の内田理子のまた話なんですが、カムイコタンのね、カムイ大橋から村山瑠奈さんを突き落としたということで、内田理子と射程って言ってる小西優香、まあ、実行犯っていうか、まあ犯人として逮捕されて、これから裁かれていくわけですが、証拠はスマホ、落ちろ死ねや、裸にして欄干に座らせ、ちょっと僕はその橋行ったことないし、ちょっとわかんないです。欄干座れるような状況でもないみたいな。まあ相当細いんですかね。どうなんだろう。そこに行ってしがみついてたとね。小西にね、優香にね。ルナさんは落ちたくないから。それ振り払って落としたってことなんですかね。まあ残酷な話だなと思うんですけど。それを面白がって撮ってたのが内田理子らしいんですが。まあちょっと爆祭で見て本当か嘘かは別として載ってたのが、まあ内田理子と小西優香の家族が揉めていると。どっちが実行犯なのか、あんたのせいでこうなったんだみたいな、オタクのせいでこうなったんだみたいな。でそれは僕はガスだと思ってるんだけど、まず小西優香の母親、まあ、シングルマザーですよね、まあ、ここは母親良くないなと思うのが、男を何人も特会引っかえだったと。3人ぐらいいたって言ったかな、男。その都度小西優香は嫌がってたってことですね。まあ思春期にね、男を特会引っかえ、離婚してね、男特会引っかえしたら、それは嫌がるだろうなと。何人目かの男に関しては、小西優香は気持ち悪いって言ってた。小西優香が可愛いからもしかしたらちょっかい出してきたって可能性もありますからね。あの、新宿野戦病院っていう、まあ今時の話ですよ。新宿の歌舞伎町の東横の、みたいな。それで、高校生の女の子がね、ボランティアのね、ところに逃げ込んだりとかして、その病院に逃げ込んだりしてくる。でも、母親の、シングルのね、母親の、ネグレストの母親なんだけど、それが男引っかえ、特会引っかえしてる。その男が、その子にも、手つけてきたと。で、割り箸で足を、刺してね、逃げたみたいな、そんな場面があったりとかするわけですよ。なんか、想像するにそういう風な感じの家なのかなーなんていう風に小西優香のところもあるんで、小西優香の母親のインタビューで、こういう環境をよく分かってないとか、あんまり子供のこと見てないんですよね。全然高校生から家に来なくなった。たまに来るとなんか、ちょっと分かんない入れ墨だらけの子がいたりとかしたとか、今回の内田理子っていう人も分かんないと。見たことない。知らない。会ったこともない。来たこともない。みたいな話をしてたらしいんですよね。小西優香の母親。だから、まあ、揉めるってのはないかなっていうふうに思いますよね。知らないんじゃないのかなと。素性を。だから、小西優香の母親っていうのはより何ですかね、やばいんじゃないのかな。内田理子の家庭はちゃんと両親がいて、まあまあ、ちょい悪ですけどね。入れ墨だらけのちょい悪だけど、ちゃんと会社経営してるんですよね。ウィードっていう名前も変ですけどね。もう、あの、大麻っていう。意味ですよ、ウィード。それを会社につけるっていかがなものかと思うんだけど、その建設会社やってると、土建屋やってると。で、雪が多くなるんですよね、旭川は。だから、雪多くなった時は東京とか、そっちの出稼ぎに行ってるみたいな。ちゃんとした親なんですよ。なぜそうなったのかっていうところが、不思議でしょうがないんですが、まあ一つあるのは、この二人に共通してるのは、やっぱり女の子なんで、男による影響ってのがあるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。高校入る時に彼女が急に学校を辞めたんです。彼女は入れ墨の入った2、3個上の男と付き合っていた。その人と付き合い出してからタバコを吸ったりお酒を飲んだりしていることは友達から聞きました。小西が学校を辞めた1年後ぐらい、近所のドン・キホーテで小西と会ったんです。その時黒のパーカーにフードをかぶって、実はグレーのスウェット、髪は茶髪に染めていました。中学まではそんなことなかったけど、高校時代からギャルっぽいメイクにしていました。高校を辞めてゲーセンで働いたりしたそうですが、男によってどん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 影響されるってのはよくある話で、内田理子も男で変わったなって感じがあるんですよね。ただ内田理子の場合は自分から寄ってく、そもそもが多分ヤンキー気質があって憧れがあったんだと思うんですよね。で、自分から寄ってって、権力がある人、力を持ってる悪みたいなのに自分から寄ってくる、多分そういうのが好みなんでしょうね。反社の人と付き合ったりとか、あとまあ最近の話だと警察官と付き合ったりとか、まあ、不倫関係にあったって話を供述でしているとかね。だから力を持ってる、この人と一緒にいたら私は力を持てるっていうような、
なんかそういう計算があっての感覚は内田理子なんだなと思うんだけども、小西優香の場合は、まあ、もともとが可愛いので、うん、見た目が可愛いけど性格はやばいっていうようなね、書かれ方をしてるんですけど、これですか、理子のように年上の人にもビビったりしない、顔が可愛いから年上からチヤホヤされるタイプ。もともと見た目がね、もうどれの写真を見ても整ってるんですよ。もうアイドル並みに整ってる。すっぴんだろうが、化粧したら、もう化粧したらもう完璧な感じですよね。モテるだろうなっていうね。体のバランスとかもね、顔がちっちゃくてスラッとしてて。わかんないですよ。ここに、リコも、この子を、優香をそばに置いとくと、なんか男が寄ってくるなとか、なんかそういうのを使ってたのかもしれないしね。だから優香は、どちらかというと、ぼーっとしてって、向こうから寄ってくるんで、そこにスッと乗ってしまうっていうタイプだと思うんです。だからあんまり何も考えてない。素のまんま。リコは自分から考えながら周りを固めていった。なんかそんな感じはする。ただ二人とも共通して言えることは、自分一人の力というよりは、異性によっての影響力が、この事件につながってんじゃないのかなというところ。多分その警察官と、リコは不倫関係になかったら、ここまで大胆なことしなかったんじゃないのかなとかね。まあ、小西優香に関しても、なんだろう、入れ墨だらけのね、反社みたいな、彼氏とずっと付き合ってて。まあ、そういう場面も見てるんでしょう。で、影響される部分も大きかったんじゃないのかなと。もっとね、真面目なね、一般ね、サラリーマンとか、大学生とか、そういうのと付き合ってたら、人生変わったんだろうなと思うというところですよ。ですね、今日は、メンバーシップでやる話がですね、合コンの話なんですけど、ある芸能人の女の人とね、僕合コンしたことがあるわけですよ。僕の友達やっぱりガーシェみたいな、アテンダーみたいな、妙にこう人脈があるというか顔の広い人がいて、その人がですね、僕に、なんか女の子集まってるんで飲み行きましょうよって話になって、飲みに行ったんですよ。で、その時にもう一人来るんですよ。芸能人なんですけど、みたいなこと言って、遅れてきたんですけど、まあ、その人の話をちょっとしようかなと思ってるんですけども、ただね、その人と合コンした後、とある事件が起きるんですよ。ニュースになって、テレビの。で、僕はそれを、そのニュースをね、家でね、起きてみてね、ゾッとしたというね、そういうエピソードをメンバーシップの時を話そうかなと思ってるんで、ぜひ登録してみてってください。見てやってくださいね。面白いんで。